株式会社カラフルコネクトタッグ TV。 ちょっと待ってください。加藤たちは腐ったみかんなんかじゃありません。腐ったみかんを箱の中に入れておけば他のみかんはみな腐ってしまう。だから腐ったみかんを早めに取り出そう。それが荒井道雄の方針です。でも人間いろんなことあって辛い目にあって、それはいろんなのをぶつけてたら風通しも悪くなって一つぐらい腐ってしまうでしょうよ。でもね、いいですか、人間の精神までもが腐ることはありません。あの子たちは腐ったみかんなんかじゃないです。くれたつるバチとあみ光と崖の中。寒いわ、ちゃん、顔死んちゃうよ。でもさ、あんちゃんさ、結局でも何も分かってないよ。医者になるのもさ、患者のリスト取るのも、ベッド取るのにも、あ、金がいるんだよ。全部金なんだよ。お前もそんな医者になるのか。そんな医者になるのかって聞いてるんだ。薄汚ねえ野郎になりやがって。知らねえ、知らねえ。ほんの小さな出来事で愛は傷ついて。あ、大会社と言った昼間のことで撤回いたします。やられたらやり返す。あなたに対しては100倍返した。覚えておいてください。チャチャカチャチャカチャチャカチャ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 カチャチャカチャチャカチャ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 カチャ。No more cry, no more cry。 一人の女性を愛しています。その女性と髪の白い老人になるまで一緒に暮らしたいのです。その女性の目によく似た子供を授かり、父親になってあげたいのです。
圧倒的女性と圧倒的な子供の未来は僕らの手の中、チンチロのフェリような丈夫な手の中に、誰かのルールはいらない、圧倒的鉄骨も当たれるような丈夫な足になってあげないのです。真実を握りしめたい、だから僕らは泣くた圧倒的告白チャンネル登録。